こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病になりやすい方のパターンの一つとして、非常に几帳面で責任感が強いので、周りからも大きな期待をかけられる、当然そうなってくるんですけれど、そして非常に困難な仕事であっても引き受けてしまう、そしてそれをちゃんとやろうとしてしまうというのがあるんですよね。で、実際それでこなしてしまうということが多いものですから、でこのように仕事ができる方、責任感の強い方っていうのは、どんどん仕事が集中するっていう傾向があるんですよね。そうすると人の2倍3倍働いていても給料はあまり変わらないというような、ある種ちょっと報われないような状況になってしまったりするんですけども、そういう中でもちゃんとやらないと周りからちょっとプレッシャーがかかるということで、どんどんこう追い込まれていくというような、そういうこともありえます。そうなってきますと、徐々にこのストレスが溜まっていくことでうつ病を発症するということもあっても全然おかしくないですね。でこれはこう仕事をやった分だけちょっとやり損というところが実際問題ありますよね。これでうつ病になって休職になったら、途端に扱いが全然変わってしまうわけですから、非常にこれは自分にとってもそんなことだと思いますね。でこういったことに陥らないためにも、仕事をあまり引き受けすぎない、やるにしてもそこそこやって、もちろん最低限の責任を果たすにしても、人並み以上に頑張りすぎない、引き受けすぎないということも非常に大切なことなのかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。